前にあなたが車のドアを開け駆け出して溶けかけのアイスクリームをくれた時心に決めたの。あれからもう30年が過ぎて二人ももう年老いてしまったけど、いろんなこと乗り越えられたのは私にとってはあの日のアイスクリーム。私と B 型のあなたじゃ無理もない性格は違ってたけれど、趣味だけは不思議とあったの。これからあと何人生は光と同じスピード、欲などない願いはただ一つ、私にとってはあなたがそばにいること。あれからもう過ぎて二人も年老いてしまったけど、いろんなこと乗り越えられたのは私にとってはあの日のアイスクリーム。私にとってはあの日のアイスクリーム、私にとってはあの日のアイスクリーム。